どうもー、影んです。今日はですね、お客様が教えてくれることということについてお話ししたいと思います。えー、僕はですね、あのお店を、えー、させていただいています、えー。足つぼとボディケアというお店をさせていただいてるんですけども、えー、今日のテーマのようにね、お客様が教えてくれることということなんですけども、そのお客様、えっ、ー、とね、お店をこうよくするためにですね、えー、その、 自分のお店と関わってない、だからお客様でない方の、えー、アドバイスっていうのは、ほとんどね、ほぼ役に立たない、えー、状態かなというふうに、えー、今、こう8年間、こう振り返ってみると、いろいろこうね、アドバイスしていただいたんですけども、えー、役に立ったことは、まあ、ほぼないかなというふうに僕は考えます。それよりもですね、お客様ですね、来ていただいたお客様の、えー、会話であったりとか、 何気ない動きだったりとかねそういうところからこういろんなヒントをいただくことがありましたそこからですねあのそこを、えー、それに従ってというかそのお客様のこう要望してるというかそういうところをこう自分で汲み取っていってですねそれをこうあらあの表すというか表現していくとですね お客様がこう集客できる形にこうなってきてるかなとでなってきてるきてないは直接関係ないかもしれないんですけれども明らかにお店は良くなっているなというふうなことになっているとだからお客様が教えてくれると何か他のところでこう参考になることっていうのは基本的にはないかなとやっぱりその自分でお店をやってるのは自分がまず モデルというか自分だけなんでね、その他の人のはほとんど参考にならないかなというふうに思います。だからこうコーチングで何かこう言っていただいたこととかっていうのは何か他の人に当てはまるかもしれないんですけど、僕にとってはその、うん、もうちょっと考えたら分かることであったりとか役に立たないことであったりとかそういうことかなというふうに思います。だからお客様にこうのからの気づきによってこう良くなっていったなと。 例えばですね、えー、お客様その方がですですね、えー、60代ぐらいですかねの女性の方で、でこう玄関で、えー、靴を履くときにですねこう、靴を履いて、ほんでその座って靴を履きますよね。座って靴を履いて、そっから立ち上がるときにですね、こうどう,いうんですかこう手をねこう。 なんか支える棒みたいなのがあると立ち上がりやすいですでよねそれがなくて立ち上がるのがちょっと窮屈そうやったっていうのを見てそのお客様が靴を履いてそっから立ち上がるところにちょうどいい高さにですねあのこう棒ですね棒をこう持つこう手すりのこうどういうんですか棒を、えー、設置したんです。 でそれはそのお客さんがそういう動きをしたのを見てですね、えー、そうさせていただいたというところですねでそれでこうあのー、一つね、えー、お店としてはこう良くなったっていうことに、えー、なりますよねであとまあいろいろあるいろいろあるんですけども例えばその店の前にですね えー、チラシをこう置いているんですね、えー、ポストを買ってですねその中にチラシを入れている。でチラシを入れてこう上の蓋を開けてですね、えー、チラシを取るんですけどもで、えー、若いお客様でですね、えー、10, 10代かな10代のお客様が来られた時にですね、まあ あの看板もあるんです、ね、その電話番号とか書いてある看板もあるんですけどもチラシを取ろうとしてそこにチラシがコストに入っているのは分かっているんですけどそのチラシの取り方が分からなかったということをこう言っておられたんですね。ほんで、えー、その方は若いんでスマホで、えー、看板のね写メを撮って写真、えー、の電話番号を。 えー、それで見てかけてくれはったんですが本当はチラシを撮りたかった。でチラシの取り方がなぜ分からなかったかというとですねチラシ入れがポストのやつやっていうことをが分からない見た目ぱっと分からへん場合があるじゃないですかでその分からなかった時に下から取るんかなと思ったらしいです。下にちょっとこう開けれるような感じのものがあったんでほした下から取れなかったと。ほんで名を取らはって 写メ、まあ、を撮ってくれはったんでよかったんですけどもそれが例えばこうスマホで写真を撮るっていうことをわからない例えばご年配の方であればですねチラシが取れなくて写メも取らないという状態やとうちの電話番号がわからないという状況になるんですよね。でそうなるとまた一人の集客を失うことになるんでですね、えー、そこにこう「負担とこ,ろにこのこの蓋を開けて、えー、お取りください」っていう、えー、案内のその 表示のものもをこう貼り付けたんですねでそれはその10代のお客様がそれで取れへんかったっていうことを教えていただいたんで分かったんです僕らの自分の中の常識では取ったらええだけなんで蓋を開けるだけやっていうのは知ってるからできることであって、えー、知らない人間がそれを見た時にはですね上から開けるっていうのがその,その人にとっての常識ではないんでですね、えー、分からないと。でそれでそれをつけることによってあこの蓋を開けたらいいんやなっていうのが分かるんでよりまた。 えー、お店としてそのまたプラスになったということがあるんですね。でこういうことの積み重ねですよね。で、えー、他にもですねお,お客さんが教えてくれたことっていうこともそうなんですけどお客様が、えー、にいただいたものがあるんですね。その施術室にこう、えー、今あるんですけどもその和顔生っていう僕の名前なんですけど和顔愛護っていうねその、えー、住職さんが書いた、えー、筆の えー、文字があるんですけどそういうのを、えー、うちの店に合ってるっていうことでくれはったんですねで、えー、2人のお客さんにいただきましたで一つは大きいやつともう一つは色紙でこういただいてですねでそれがこう施術室に、えー、かけることができてでそ,れそっからですねその違うお客さんがですね「これなんて書いてあるの?」とか「えー、どういう意味?」とかねそういうことを聞かれてちょっと会話がこう。 えー、広がるというかそういうきっかけになったりとかそういうことがあるということでそのそのことがこう直接集客につながるかどうかは別としてもですねそういうことによってまたお店の幅が広がったというところですねで他にももういろいろとありますいろいろとあるんですけどもまあえー、そうですね今パッと思いつくので言うと何でしょうかねうん。 あと、まあまあ、えー、そうですね。うん、あと、今、ちょっと新しいコースを作ってるのもです、ね、お客様からの要望で、こういうのができひんかということで、えー、それに対してちょっと取り組んでいると。で、えー、例えば10分で何本ぐらいやったらそれを受けよう思いますかって言ったら、えー、500円やったら受けると。 いいいうことをこう言ってたただいたんでそのお客様は作っていいものであれば続けてこう使ってくれるよくなければ1回で終わるでしょうけどもほんで10分で500円だから60分のコースにプラス10分で70分のコースがこう出来上がったというところでその今それを作ってるんですけどもなかなかあの練習も必要で。 あのちょっっっとと今取り組んで頑張ててやってるとそれもねまた作ることによってまたお店の幅が広がるというところそれをお客さんから教えていただいているとでお店以外のことでもですねそのお客様にいろいろと教えていただくことがこう多々ありますね多々あると。 いうところです。例えば美味しいお店であったりとかですね、えー、こうまあ、お酒のことをこう教えていただくこともありますし、他のまあいろいろありますね。そのいろいろこうお客様にはこう教えていただいてということで、あのー、商売をやっているとそういうことなんかなと思います。結局一番答えを教えてくれるのはお客様やと。 いうところでそえーまあ、お金がかかりすぎるものに関してはちょっとできないですけどもそのお客様がせっかくねこう言っていただいたこととか何かこう気づきを与えてもらったことっていうのはなるべくこう、ね、実践できるようにしていってですねほんでこうやっていくとそうするとですね自然とその自分のお店のカラーみたいなものができてきてそれにこう引き寄せられ引き寄せてられてくれるお客様がいて ほんでこういいなと思っていただけるお客様がこう通っていただける状態にこうなるというところかなというふうに考えております。うん、ということで僕は、えー、関係ないというかそのお店に基本的に関わってない人のアドバイスっていうのはもうほとんど意味がないかなと思って。 今考えると自分で考えた方がいいですねその人のなんかアイデアっていうのは全然その役に立たないそれよりもお客様の言葉っていうのがこう僕にはこう役に立って必要なものであった,かな,あったなと思いますということで今日はお客様が教えてくれたことっていうことについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます